はい、じゃあよろしくお願いします。今回は小学校5年生算数の単位量あたりの大きさ丸3ですね。やっと3来ましたね。丸3までやってきましたけども、一応丸1、丸2で続いてて丸3に来たわけですけど、丸1からね、ぜひちょっと面倒くさいとは思うんだけど見ていただけたらと思います。丸1で、まあ、14分もあるんだけどすげえ大事なポイントを喋ってます。で、そこを見ておかないと俺が今から喋ることをんこいつ何言ってんだってなってしまうので、丸1をせめて見てからですね。で、丸2に関しては人口密度の話なので、まあ、そこはもう見てなくてもここは大丈夫です。うん、ただ丸1はね、見ておいてください。そこから続きになりますのでよろしくお願いします。では、早速参りましょう。今回は2問です。まず丸1、10冊で1100円のノートと8冊で960円のノートでは1冊あたりの値段はどっちが高いでしょうかって聞かれました。で、丸1の動画でね、俺が1ホニャララっていう話をしたんだよね。1ホニャララあたりって書いてある。で、それで比べるときは絶対に割り算を使うよっていう話をしました。だからこれも変わらず割り算をしますね。で、今さ、2つの登場人物がある。この10冊で1100円のノートと8冊で960円のノートって2個あるので2個分の計算をするのね。で、まずじゃあこの赤の方、じゃあこう赤にしようか、赤の方ね、赤の方のやつを調べる。でも10と1100どっちがどっちで割り算なのってね、パッと見るとさ、どうせ大きい方から割るんだろうっつって1100÷10 じゃあやるんだけど、たまにそれで外す時があるのでちゃんとね、理由を言えるといいじゃんか。その理由がね、前も話しましたけど、1ホニャララのここにくっついてる単位、いいね、札でしょ、1にくっついてる単位が割り算の後ろに来ます。こうやっていいかなって分かると、札ってくっついてるのは10だよね。だから10が後ろに来て1100が前に来るんです。いいかな。こうやってやると自信を持って式が作れると思います。で、これが分かれば青の方も問題なしで同じだね。960÷8かっていう風になります。いいかな。で、これ計算してもらうと、これが110、960、いいんだね、ごめんね、これ120だね、じゃねえよな、失礼しましたで、120で、これにつく単位はここで札と円だよね、円札だから1個あたり、1冊あたりの値段は110円と120円と分かったので、じゃあどっちが高いね、もう分かるよね。で、答えの書き方なんだけど、ちょっとめんどくさくって、A と B とかって名前がないので、このまま書きます。8冊で960円のノートと、ここまで書いて、これで丸。大丈夫かな？ポイントはね、1ホニャララ、ここにくっついてるのが割り算の後ろと覚えてください。で、それが分かれば右も余裕だね。いきます。A の車は20リットル。で、350km を走って、 B の車は35リットルで 560km 走ります。1リットルあたり出たね、1リットルあたりに走る道のりが長いのは1ホニャララと聞かれたので、使うのは割り算です。よいしょ。で、1にくっついている単位がリットルだから同じ単位が後ろに来ます。いいかな。で、よいしょ、こっちが青でしょ。で、20リットルが後ろに来るので20が後ろ、残った350が前です。こっちも同じだね、560が前で35が後ろ。これマスターすると式は簡単だと思います。で、暗算か。上が 17.5、 下が16かになります。
1リットルあたりに走る道のり聞かれているので、単位はこうキロメートル。キロメートルだから、長いのはって言われたら答え。数字がでかい方が長いね。A の車。というふうになります。いいかな？お、まさかの5分で終わったね。単位あたりの大きさって面積が出てくる、ね、表で出てくるパターンがすごく多いです。ただ表じゃない、こういうふうに書いた問題、ね、こういう表じゃないやつが出てきたら絶対登場人物が2つあります。こういうふうに1個2個分かんなかったら鉛筆で引いてみるといいよ。テストの時にヒュッて引いて、そしたらごちゃごちゃしないからね、引いてこうやって綺麗に書いてるところな、絶対できるよな。だから表がなくても1ホニャララあたりって聞かれたら割り算を使ってホニャララにくっついてる単位は後ろだよってやれば絶対絶対にできるのでね、これで解いてみてください。恐ろしく早く終わりましたのでこれで終わりたいと思います。あともう一個ね、丸4を取るんですが、そこは割り算を使わないんです。なのでぜひ見てみてください。そっちもセットでね、よろしくお願いします。では今回はこれで終わりたいと思います。今回も見ていただいてありがとうございました。サクッて終われてよかったです。じゃあ今回は小学校5年生算数の単位量あたりの大きさ丸3をお送りしました。それでは今回はこれで終わります。以上です。